はい、それでは、Yahoo! 天気アプリ、雨雲レーダー大幅アップデート開発の取り組みという内容で、Yahoo! の大前がお話しさせていただきます。まず最初に自己紹介からさせてください。大前良介と申します。私はプライベートでも開発を行っておりまして、GitHub の URL や t w i t t e r キー t のアカウント書いておりますので、もし興味がありましたら見ていただけますと幸いです。 ヤフー株式会社で Android アプリエンジニアをやっています。ヤフー天気アプリの開発担当です。本日、ヤフー天気アプリのお話をさせていただくわけですけれども、最初にちょっと PR という形で、ヤフー天気アプリ、天気や災害に関する情報をお届けするアプリですけれども、もし使っていない方いらっしゃいましたら、ぜひこれをこの機会にインストールいただければと思います。 Android 版 iOS 版ともにコーード書いいておおりまますすすこちらからかインストール可能ですよろしくお願いしく願さて、この Yahoo! 天気アプリなんですけれども、目玉機能として、雨雲レーダー機能というものがあります。今年5月に、この雨雲レーダー機能を大幅アップデートするリリースを行いました。雨雲レーダーでは、えー、従来より雨雲の情報をマップ上に表示するという機能なんですけれども、これに、 ボトムシートを追加しまして UI を刷新し、ボトムシートにいつどのぐらいの雨が降るのかというものを分かりやすく表示するというアップデートを行っております。さて、この開発の経緯なんですけれども、近年スマホの大画面化や高性能化が行われておりまして、従来できなかったよりリッチな表現が可能になっております。 そこで快適で使い心地の良い UI を提供しようということで開発をしております。そして知りたい情報を分かりやすくということで、従来は雨雲、どのぐらいの雨雲がどこにあるのかというものを地図上に表示するということで情報を提供しておりました。しかし利用者の皆さんにとって必要な情報というのはおそらくどの地点、 例えば、その利用者の方のいらっしゃる現在地点ですとか目的地ですねにいつどのぐらいの雨が降るのかといった情報になると思います。従来は地図上に表示される情報を利用者の皆さんに読み取っていただいて判断していただくというものを、いう形で使っていただいておりました。しかし、これは計算によって情報を整理することができて、 具体的にある地点にいつどのぐらいの雨が降るのかというグラフを表示したり、また何時ごろに雨が降ります。何時ごろに雨が止みますといったメッセージを表示したりすることも可能です。また、1ミリぐらいの雨が降ります。と 言われても具体的にどのぐらいの雨なのかというのはなかなかわかりにくいところがありますので、ポツポツですとかザーザーですとかオノマトペを使った表現も加えてよりわかりやすく便利な機能にしようというふうに考え開発を行いました。本日のお話ですけれども、Android アプリエンジニア、私ですね、私視点での開発の取り組みについて紹介していこうと思います。これを通じて弊社のアプリ開発の現場の様子を知っていただければと思います。 そして出てこない話としましては、具体的なソースコードは出てきませんので、Android アプリエンジニア以外の方でも聞いていただけるような内容になっていると思います。また、サーバーサイドやビジネス的なお話に関しては割愛させていただいております。まず最初に開発体制がどのようになっているかというところから話をしていこうと思います。今回、雨雲レーダー機能の大幅アップデートと、 ということで都合4つのアプリを開発することになりま,したまずは Yahoo! 天気アプリですね。これは天気災害の情報をお届けするアプリですので、従来より目玉機能として雨雲レーダー機能を提供しておりました。また Yahoo!JAPAN アプリ。こちらのアプリの1機能として雨雲レーダー機能も提供しておりましたので、都合アプリとしては2種類ですね。 そして、それぞれ Yahoo! 天気アプリ、Yahoo! ジャパンアプリ、それぞれ Android 版、iOS 版ございますので、都合4つのアプリということになります。そして、チーム構成的には Yahoo! 天気アプリと Yahoo! ジャパンアプリ、それぞれで開発チームが分かれております。また、それぞれ Android 版、iOS 版、共通のソースコードを使っているわけではなく、個別に開発しております。その都合上、 エンジニアのチームとしましては、アンドロイド担当と IOS 担当という形で分かれることになります。本日お話しする Yahoo! 天気アプリのアンドロイド版では、1名、私ですね、私がフルコミットという形で1名参加しております。そしてもう1名が約50%程度の関わりということで、エンジニアの人数としては1.5人ぐらいになります。 ですので、開発体制の特徴としては、都合4つのアプリを同時に開発するという体制で、1アプリあたりのエンジニア数で見ると非常に少人数という特徴があるかと思います。また、昨今の情勢から、弊社では全員がテレワークをしております。ですので、このテレワークの環境下で、全員が直接顔を合わせない環境での開発ということになります。ですので、そこでのコミュニケーションは、ネットワークを使ったスラックやズームといったものを使った コミュニケーションをしながらの開発ということになります。さて、開発が始まった時にですね、まずある問題に直面いたしました、はい。今回、雨雲レーダー機能に新たな機能を追加するという形の開発になるわけですけれども、従来より提供していた雨雲レーダー機能も十分に多機能な状態になっていた。 こちらが、旧来の雨雲レーダーのスクリーンショットになります。見ていただければ分かります通り、例えば判例が表示されていて、モード切り替えボタンがあります。また、当然、マップ表示がありますし、そのマップの上には雨雲の状態を表示するということを行っております。そして、マップ面は、ドラッグやピンチといった操作を受け付けますし、現在地を表示するボタン、ズーム操作をするボタン、 そして、表示している雨雲の情報の時間軸を操作するためのタイムシークのシークバー。そして、SNS チェアなんていう機能もありますし、当然これらの情報を表示するために、バックグラウンドでは各 API アクセスする機能も動いているという状況ですね。そして、様々なモードを持っています。どこにどのぐらいの雨雲があるのかを表示する雨雲レーダー。そして、雷がどこで鳴っているかを表示する雷レーダーですね。 そして、雨と雪の区別を表示する雨雪レーダーや、雪がどのぐらい積もっているのかを表示する積雪芯というモードもあります。また、台風が発生すれば、台風を表示するモードも持っています。このように、今回の大幅アップデート前で、すでに十分に多機能な状況でありました。この雨雲レーダー機能が抱えていた問題というのが、パッドアクティビティですね。 Android アプリエンジニアの皆さんであれば、パッドアクティビティというワードを聞いただけで、どのような問題なのかというものは、すでに想像がついているかと思いますけれども、パッドアクティビティ、まあ一言で言ってしまえば、ほぼすべての機能が一つのクラスで実装されているということで、いわゆるアンチパターンにおける神のオブジェクトと言われるやつですね。非常に巨大で、えー、機能の次元用が見え,ない見えないというような状況ですね。 当然、一つのクラスにまとまっていますので、機能の密結合というものが発生しますうー。各機能が複雑に絡み合って簡単に引き剥がせないという状態ですね。いわゆる継ぎ出し開発の限界というものがあ来ていました。いわゆる秘伝のタレと呼ばれるやつですね。継ぎ出し、継ぎ出し、受け継がれてきた。という,う、まあ食べ、食べ物であればまあ非常に美味しそうなワードではあるんですけれども、もソフトウェア業界ではネガティブなワードですね。えー このレガシーコードの戦い、別にこのアプリに限ったことではなくて、ありふれたものだと思います。そしてですね、最初にファットアクティビティという問題がありましたという話をさせていただきましたけれども、必ずしもそのような設計が悪かったというものではないかなというふうにも思います。なぜならば、開発初期の非常に機能が少ない段階であれば、一つのクラスで実装するというのもそれほどおかしな設計ではなかったと思います。 しかし、最適な設計というのは、時代背景ですとか、機能の規模によって変わってくるものですので、その時代や機能の規模に合わせて変化というものをしていく必要がございます。いわゆるリファクタリングをしないといけないという問題ですね。さて、リファクタリングしなきゃいけないねという状況になったわけですけれども、いつやるのかという話ですね。基本的に先延ばしにして良いことはまずないと言っていいと思います。 レガシーコードに足が引っ張られますので、当然のことながら、開発スピードは低下してしまいます。そして当然バグの温床になるでしょう。なので、時間がないので後回しでというふうに判断してしまうと、これは破滅フラグだと言っていいと思います。ですので、まあ、こういった問題は常につきまといますので、リファクタリングの必要性というものは、そこでと,とも弊社では全員の共通認識となっております。 そして、リファクタリングというのは、事業の売り上げなどに直接貢献するものではないので、なかなか評価されにくいという背景もあるかと思うんですけれども、弊社ではリファクタリングによって開発効率の向上も行えばきちんと評価するよという背景もありますので、この大規模回収チャンスは今しかないということで、一時的にスケジュールを遅延させてもリファクタリングを 行おうということを決断しました。しかしですね、一時的に遅らせてでもと言っても、いつまでも遅らせるわけにはいかないということで、完璧を目指す必要はないと。まあ、完璧なリファクタリングというものもなかなかないと思うんですけども、理想を求めすぎるとコストというものは無限に跳ね上がってしまいます。しかし、エンジニアリソースですとか、時間は無限にはないので、費用対効果を考え適切な妥協点を設定する必要があるかなというふうに思います。 そして、方針としましては、まず、機能がまとまりすぎてしまっているのが問題かなというふうに思いますので、機能ごとにまずいくつかの単位に分割するということを優先しましょう。そして、分割しやすいようにという意味も込めて、リ,リアクティブプログラミングも導入しようというふうに考えました。 えー、そしてですね、えー、このリファクタリング始めるとどうしても芋ズる式にあここもここもという形で、えー、範囲が広がっていってしまいがちなんですけれども、えー、これを、まあ、雨雲レーダーの範囲に限定して行おうということで進めていきました。でえー、実際に進めていってみます。うまずはあ UI のお ところから、俯瞰的に見てですね、明らかに機能的に分けられるよねというところで目星をつけていきました。まず最初にツールバーがあります。そして、マップ面、これも比較的独立しているだろうと。そして、台風モードでウェブページで情報を表示する画面があるわけですけども、このウェブページの表示も独立しているようにと。 そして、えー、ボトムシートを今回追加するわけですけれども、この部分も独立しているよねというところで、えー、大雑把に確実にここは分けられるよねというラインを見定めて分割してみました、えー。まあ、機能的に独立しているという部分で目星をつけて分けただけに、えー、コード上も比較的独立していて、想像していたよりは容易に分割することができました。そして、えー まあ、これも、機能的に独立しているということも、ことにも加えまして、今まで突き出しで様々な担当者が開発してきた中でも、分割できないまでも改善しようという努力をしてきたという背景もあるかもしれません。案ずるより産むが安いということで、やってよかったかなというふうに思います。で、これで大枠での分割がうまくいきますと、 当然、えーまあ、巨大で見通しが悪かった状態から見通しが良くなってきて、えー、さらに作業効率がアップし、えー、さらに細分化ということができるようになりました。 そしてもう一つ、リアクティブプログラミングの導入、うん。こちら、ネットワーク周りではよく使われているもので、実際、天気アプリでもネットワーク周りに関しては、リアクティブプログラミングで、ほとんど全体のリファクタリングを行えているという状況です。で、今回はこの UI 部分が複雑になってしまっていましたので、UI 部分にもリアクティブプログラミングを導入しようと。 いうふうに考えました。これは他の画面でもすでに導入し始めていて、そちらのリファクタリングもうまくいっていたので、同様に導入しようというふうに考えた次第です。でリアクティブプログラミングとは何ぞやというところを、まあ、簡単に説明するのはなかなか難しいんですけれども、ざっくりとした概念的に言うと、まあ、コールバックベースでの制御では、例えばモード変更ボタンが押されたら何をしなければいけないかということで、レイヤーの情報を変更するだとか、 タイトル度を変更する、ボタンの色を変えるといった処理が、そのボタンに紐づいて書かれることになります。これはこれで分かりやすいかもしれませんけれども、機能が増えていくと、例えば、レイヤーの情報を変更するみたいな機能があちこちに分散してしまうという欠点も出てきます。これをリアクティブプログラミングにすると言っているのは、このモード変更ボタンが押されたという時に、コールバックで受け取るのは一緒なんですけども、ここでモードが変わったよというイベントだけを発行します。 そして、レイヤーだとかタイトル、ボタンといったそれぞれのモジュールが、このモードの変化というものを監視していて、その変化を受け取り、各モジュールが自律的に動くようにプログラミングしていくというものですね。ですので、モジュールごとの処理が一箇所にまとまって、非常に見通しがしやすい形にリファクタリングすることができるということになります。Android の世界では非常に便利なクラスが 呃、純標準的なジェットパックというライブラリで提供されていますで。今回もビューモデルとライブデータというものを使いました。こちらは、今年発表されたばかりの出来立てほやほやのモダンな機能というわけではなくて、ある程度ノウハウが蓄積されて、ある程度程,度程よく枯れたモダンなという、まあ、 ちょうど使いやすい技術ですね。非常に使いやすい技術がありますので、こちらを採用してリファクタリングを進め、機能ごとに分割されて見通しの良いコードへとリファクタリングを行うことができましたで。このリファクタリングの結果なんですけれども、開発速度的には非常にブーストにつながりました。レガシーコードに足を引っ張られることなく、新機能の実装ですとか、そのブラッシュアップ、 というものに集中して時間を割くことができました。そしてですね、スケジュール面で一時的に遅延させてでもという話をしましたけれども、初めの1週間はもうリファクタリングのみという形で時間を割きました。で、この1週間で全てがやり終えたわけではなくて、枠組みとざっくりとした構造づくりまでが1週間かかったわけですけども、それでもこの遅延分というものは開発速度のブーストで返済することができました。 ですので、全体的なスケジュールのマイナスインパクトはなかったかなと。むしろ、リファクタリングをせずに、開発にかかっていた場合、開発速度も足を引っ張られて遅延していたでしょうし、何か致命的な問題が発生して、手戻りが発生するなどによって、スケジュールが遅延遅延という形で悪化していった可能性も高かったかなというふうに思いますので、スケジュール的にも非常にプラスになったかなというふうに思います。 ここまでのリファクタリングはちょっとエンジニアに閉じた話ですので、えー、少人数でやってたというのもプラスに働いたのではないかなというふうにも思います。さて、えー、ここからですけれども、新機能の開発にやっと着手できるという状況になってまいります。さて、えー、新機能の開発では、まず作ってみたから始めるというところから取り掛かりました。あ当然、開発に取り掛かる前に、えー、使用を検討する段階で、m o c を使ったり、 して、えー、まあ、えー、アイデアを出して、えー、使用を決めていってるわけですけれども、おやっぱり、あの、100分は1件に近づく、100件は1色に近づくと言いますか、触ってみて初めてわかることというのも非常に多いかと思います。うですので、えー、部分的にでも動くものを作ると、作って、関係者で触ってみるということを何回も繰り返していきました。で、えー、直接顔を合わせることができない環境ですので、えー やり取りはスラックで行いました。で、部分的にでも作る実装ができれば、そのパッケージを共有します。で、各メンバーは共有されたパッケージを手元の端末にインストールして、実際触ってみる。そして、フィードバックする。で、フィードバックもただのテキストではなくて、スクリーンショットを貼り付けたり、場合によっては動画を使ったりして、フィードバックを行います。 まあそのような形でフィードバックを行うことで、完全なオフラインという形でもありましたけれども、全然支障なくフィードバックを行うことができました。で、この触ってみてわかることと、どんなことかというのをいくつかの例を紹介しようと思います。まず、このボドムシートを今回追加したわけですね。この下にあるこのグラフがあったり、何時にやみますみたいに表示している部分ですね。この部分、 ドラッグによって上下に動かすことができるという仕様なんですけれども、同時にですね、シークバーを動かして、雨雲の情報を切り替えるという操作にも使います。さて、このグラフの部分は、シートの上下の移動に使うべきか、シークバーの移動に使うべきかという話になりました。これ、事前の検討段階だと、 シークバーの操作はシークバーがあるんだからシークバー触るでしょうということでシートの移動に使えばいいだろうというふうに考えたわけですね。しかしですね、実際作ってえ触ってみるとですね、シークバーはあってもこの上のグラフの部分が見えているとそのグラフの部分を触ってしまう人が非常に多いということがわかりました。実際実装した私自身があの分かっていてもこのグラフの部分触ってしまうんですね。なのでえやっぱりこの部分はグラフ の部分は、あの、シークバーの操作にも使えないといけないよね、ということが分かりました。しかし、だからといって、シートの移動ができなくていいかというと、そんなことはなくてですね、やっぱりシートの移動をするときも、このちょうどいい場所にあるので、触ってしまうということが分かったので、縦方向ならシートの移動で、横方向ならシークバーの操作に割り当てる必要があるよね、と。で、この二つは配下で同時に実現する必要があるよね、ということが分かりました。 で、もう一つですね、このボトムシートの部分は、ドラッグで上下に動かすことができるわけですけれども、2位の場所で止められるわけではなくて、3段階の高さがあって、そこに対して、いわゆる吸い付き動作をさせるわけです。で、吸い付き動作っていうのは、どのように実装すべきかということですね。吸い付き動作なので、まあ、座標が近い場所に移動させればいいだろうというふうに初めは考えていたわけですけれども、 これ、やっぱり実際触ってみると直感的には動かせないということが分かりました。じゃあ、加速度を加味すればいいんだね、というふうに、今度は加速度を加味するとですね、まあ、ある人にとっては、あイメージ通りだよ、というふうにはなったんですけども、また別のある人にとっては、この真ん中の高さで合わせられないよね、と。 いうことで、このフリック動作って想像以上に人によって操作の仕方というものが違っていてですね、ある人にとっては操作しやすいけれども、ある人にとっては操作しにくいということが分かって、えーまあ、その加速度を加味しつつも、この真ん中に止めにくいという人にとっても、えー、ちゃんと真ん中に止められるというさじ加減でのアルゴリズムを模索して、えー、実装するということを行いました。さて、えー 最初に都合4つのアプリを作りましたという話をして、1アプリあたりのエンジニアリソースが非常に少人数ということで、それってデメリットになったんじゃないのと思われるかもしれませんけれども、こちら実はこの点についても非常にうまくいったかなというふうに思っています。この Yahoo! 天気アプリと Yahoo!JAPAN アプリそれぞれあって、さらに Android 版と iOS 版あります。これらは全て完全に同じ仕様にはなっていません。 で、ヤフー電気アプリとヤフージャパンアプリ、それぞれアプリによって目的が違っています。ですので、その点での違いがありますし、同じアプリの中でも Android 版と iOS 版というものは OS によって適,適切な表現方法というものも違っているので、完全に同じではなく、それぞれがより良いものを目指すという形で開発を進めることになりました。 で、開発中にはですね、えっ、ー、と、相互に、えー、パッケージ、開発中のパッケージを交換して、えー、相互に、えー、レビューしてフィードバックというものを何回も行いました。えー、当然、おかしいところは指摘するわけですけれども、おこれ、いい動きしてるねとか、あこの機能すごいいいねみたいな部分を見つけるとですね、よし、じゃあうちもやろうということで、えー、良い部分を取り込むという形で、えー、開発を進めていきました。 で、同一のソースコードを使っているわけではないんですけれども、リポジトリは当然相互に参照可能な状態で開発をしていますので、いいねっていう部分を見つけるとですね、そのリポジトリの中潜っていって、あ、こんな実装方法あったんだとかあ、こうやって計算すればいいんだなというところを見てですね、まんま持ってくるわけではなくて、自分のアプリに適した形で良い部分を取り込むという形で進めていくことができました。 さて、こうやって相互にフィードバックをしながら取り込み合った部分の一部についてちょっと紹介しようかなと思います。<laughs> このボトムシートの部分ですけれども、3段階の高さがあるということで、ここのスクリーンショットで示している3つの表示状態があります。 で、シートを引き上げていくと、どんどん新しい情報が増えていくわけですけれども、単純に引き上げると下から新しい情報が出てくるというわけではなくて、その途中途中に新しい情報が追加されたり、またある情報,情報を表示しているモジュールが消えて、新しいモジュールが出てくるという表示を行っているわけですけれども、これをドラッグで動かせるということは、この間をシームレスにつないであげないと、すごい違和感につながってしまうと。 ということが分かったので、この部分どうやって繋ぐかということが課題になってきました。で、えー、この部分なんですけども、もう徐々に徐々にいろんな方法を模索しながら、あより、えー、アプリ感で良い部分を取り込み合って、えー、最終的にいい感じのアニメーションを作ることができたという形になります。で、これ、例えば、あの、一番小さい状態から引き上げていきますとお、このシークバーの部分のが固定なので、その上から新しいテキストが現れてきます。 で、ある程度引き上げると、今度は雨の有無を表すグラフが伸びてくるみたいな形で繋いでいます。そしてですね、今度この真ん中の状態から徐々に引き上げていくと、さらにこのシークバーのところから新しい情報が見えてきます。でえー はじめは、あの、未来の雨の雨だけ表示しているんですけども、そこから過去の雨の情報もこう見えてきて、で、ある程度出てくるとですね、今度は雨の雨だけを表していたグラフから雨の量を表すグラフに対して、徐々に変わっていくという形で、シームレスにつなぐということをやっています。正直これ、あの、説明されないとわかんねえよみたいな機能かもしれませんけれども、こういった、 細かなアニメーションを実装することで使いやすい、そして使ってみて心地よい機能になったのではないかなというふうに思います。そしてですね、このアニメーション実はアプリごと、そして OS ごとにちょっとずつ動きが違っています。もし興味がありましたら、それぞれのアプリ操作してみて違い、どこに違いがあるか見てみるのも面白いかもしれません。 さて全体の開発を通じてなんですけれども、このリモートでのフィードバックという観点でですね、2種類のフィードバックを使ったかなというふうに思います。 一つが、スラックを使ってのフィードバックの募集ですね。パッケージを共有して、見てもらうという形でやってるわけですけども、この形だと、時間軸的には分散して行うことができるので、同時に全員が集まらなくても、それぞれ別の業務を持っているメンバーも、業務の合間にそれぞれの環境でフィードバックを行うことができます。またですね、オフィスに全員集まっていると、 そのオフィスの地点の天気の確認しかできないみたいな状態になってしまったりするんですけれども、リモートワークの状態でそれぞれが働いている場所がばらけていますので、同時に様々な地点での検証というものを同時に行えたという意味でもよかったかなというふうに思います。これを通じてたくさんの改善案というものを集めることができました。 また、スラックを使ってその時間軸的に分散して行ったフィードバック以外にも、ズームを使って集中バグバッシュみたいなことも行いました。ズームでカメラでつないでいながら全員が自分の手元のスマホを操作しているというちょっと奇妙な会議になるわけですけれども、その状態でバグバッシュを行いました。そうするとですね、はめはこう沈黙して触っているわけですけれども、誰か一人が何か見つける。あれなんかおかしいぞと。 でまた別の人がそれを受けて、あこうやれば発生するぞと再現方法を見つける。で、再現方法が分かると、だったらこういうふうなことをすると、なんか別のことが起こるんじゃないかという形で、それをきっかけに新しいバグが見つかる。うんまあ、当然、ここに至るまで、えー、単体テストは通していますし、えーまあ、それぞれ触って、えー バグは潰しきっているつもりでのバグバッシュだったわけですけれども、この集中バグバッシュを行うことで、かなりレアケースのバグまでに使って一気に完成度を上げることができました。この2種類のフィードバックを使ったことが非常に良かったかなというふうに思います。で、えー、最後にちょっと今後の展望について軽く説明させていただこうと思います。はい。 電気アプリ大幅アップデートを行ったことでですね、非常に分かりやすくなっただとか、操作しやすいだとか、もうすぐ雨が降るよと言われて、その通りになったみたいなポジティブなフィードバックたくさんいただいており、ありがたいと思います。その一方でですね、 え、逆に分かりにくいだとか、言ってることとは違うじゃないか、みたいな厳しい意見もいただいております。ですので、そういったことができるだけ少なくなるように、表現の見かき込みを行って、より分かりやすく認識の素子のないものへしていくことを考えております。またですね、パフォーマンス面ですね、低スペックの端末でも快適に利用できるように、パフォーマンス面での改善というものも行っていこうと考えております。 またですね、改善のアイディアというものをたくさん出した上で、すべてを盛り込んだという状態ではございません。まだまだ改善していく余地はあるというふうに考えておりますので、わかりやすくより便利なアプリを目指して、これからも改善していこうと考えております、はい。以上になります。ご清聴ありがとうございました。お前様ありがとうございました。 続きまして、本セッションではアスクザスピーカーを実施いたします。スピーカーのお前様にご質問がある方は、ぜひチャットにお書きください。まずはご登壇お疲れ様でした。今回ご登壇されていかがでしたかちょっとあの、リモートでの登壇というものは初めてだったもので、ちょっと操作の仕方なども戸惑いましたね。<laughs> ありがとうございます。それでは質問がある方は引き続きチャットにお書きください。 と、今、いくつか質問が来ていて、まず、サンタ様から、開発期間はどれくらいだったのでしょうかという質問が来ているのですが、こちらいかがでしょうかえー、開発期間的には、えー、っと、2ヶ月弱ぐらいですかね。はい。2ヶ月弱。ありがとうございます。続きまして、うんあ。あ、そうですね。また、あの、 同じ方からなんですけど、分割にどれくらいの稼働をかけたのかという質問が来ているのですが、こちらはいかがでしょうか。か、稼働ですか。はい、分割にどれくらいの稼働をかけたのかというふうに書いてあるのですが、<か>稼働,稼働、時間っていうことですか。時間時間ですかね。はい。えー えーと時間的にはあのちょっと少し触れましたけれども1週間ほどリファクタリングに集中するということでその期間で大まかな分割をやりきった形になりますね。でその後新機能を開発しながらその新機能に合わせた形での分割も徐々に 盛り込んだので、まあトータルの期間としてはなかなか算出がするのが難しいんですけれども、まああの集中してやったのはその一週間という形になるかなというふうに思います。ありがとうございます。続いて岩根様からリフ,ァクタリファクタリングは四チームでそれぞれ同じ方針で実施したのですかという質問が来ているのですが、こちらいかがでしょうか。え、これはまた全然違いますね。はい。えっ、ー、とこの問 今回お話ししたのが、その天気アプリの Android 版の状況に合わせてリファクタリングを行ったというもので、他のアプリに関しては、すでにリファクタリングが終わっているものですとか、比較的最近あの作った機能なので、その必要がない状態であるだとかいう状況もあるので、それぞれのアプリに 個別でやっていますね。そしてそのアップリファクタリングの方針というものも、それぞれのアプリの事情に合わせて、方針を決めているという形になります。ありがとうございます。続いて UT 様から、各サービスで書いたコードのレビューはどのように分担されていたのでしょうかという質問が来ていますが、こちらはいかがでしょうか。 コードレビューに関しては、それぞれのアプリチーム、アプリ,アプリのエンジニアチーム内でやっていた形になりますね。ありがとうございますあ。続いてまたサンタ様から、プロダクトバックログは誰が作成しているのでしょうかという質問が来ているんですが、誰が作成しているのでしょうか。だ、誰がだだということはないですね。えーと 開発チームがありまして開発チーム全員で、えー、メンテナンスをしている形になりますねありがとうございますあ、続いてアルト様から質問があります今までリファクタリングしなきゃとあ失礼いたしました今までリファクタリングしなきゃとは思っていたのですが思っていたかとは思いますがリファクタリングをやろうと思ったきっかけは何でしょうかという質問が来ていますこちらいかがでしょうか はい。まあ、それは、あれですね。あの、まあ、ソースコードを見たときに、えっ、ー、と、そのまま新機能をいあの、実装できるかという観点で、えっ、ー、と、これは難しいなというふうに思ったのがもう決断のきっかけですね。なるほど。ありがとうございます。続いて、あ、綾様から質問です。ズームとスラッ k のレビューはどう対象を使い分けていますかという質問が来ています。 こちらいかかがででしょうかあそうそすねあのスラックに関しては、あのまあ、メッセージがその履歴として残りやすいだとか、あの時間軸的にあのばらけた形で行えるということ,ことがありますので、えー、と広く意見をも求めるだとか、あの常時、意見を求めるという形のときにスラックを使っていました。 で、えー、ズームはあの本当にえっ、ー、と開発チームのいる関係者だけで、えー、集まって、えー、その時間的に集中してやるというときにズームを使っていた形になりますね。ありがとうございます。まだまだ質問がたくさん来ていて大変なご要望なのですが、お時間の関係があるのでここで一度最後に皆さんにお伝えしたいメッセージを聞こうと思います。何か皆さんにお伝えしたいことやメッセージはありますか？ ああ私ですかはい。<laughs> え<ー>っと <laughs>、考えていなかったんですけども <laughs>。はい。えー、っと、今回あの、雨雲レーダーを大幅ね、アップデートをしまして、えー、実際あの、開発の、 途中紹介いたしましたけれども、まあ、弊社の開発、あの非常に楽しく進めることができる環境がありまして、あのエンジニアにとって非常に良い会社であると思いますので、もし興味がありましたら、弊社の方に募,、えー、募集に応募していただければと思います。ありがとうございました。それでは、Ask the Speaker を終了いたします。スピーカーのお前様、ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。